し、はい、集合。今日やるのは、見えない化け物っていう、ネバーティーさんの最新作。おー、なんか俺に憑依したクマがおるな。やっていきましょう。ちょっと来て。ほら、もういるの、こいつ。これをね、俺はツイッターで見たときに絶対やりたいと思って。トリコのね、やめなさい。トリコのなんかラスボスにね、いたネオってやつがいいんだけど、それにそっくりなんだよ、こいつ。可愛いよな、そう思うと。じゃあ、どこからスタートなんだ？行きましょう、まずは。あ、行くよ、ゲームスタート。あー、一人称視点になった。あ、みんないるね。よし、行こう。ちょっとこれ、ガチ怖いやつやと思う。よし、行きましょう。うわー、家だ。待って、見えない徘徊者。あるペンダントを持ち帰ってからこの家で不思議なことが起こりやない。そのペンダントを捨てようとしたが見つからない。もう家にはいたくない。君が悪いから見つけてください。マジか。鍵を見つけて全ての部屋を開けてください。全ての部屋を開けるの？マジか。ここルーム1だって。鍵みんなで行こうね。これは今回は協力しないと絶対怖いから。ここはバスルーム。バスルームは俺の部屋だ。よし、いない？大丈夫だね。こっちは？わー、なんか静かなのが余計怖くね？てかこれさ、はぐれたら絶対迷子になるよな。ちか。ついていこう、ちゃんと。あ、待って、鍵あった。リビングの鍵を入手。待って、あ、いた。びっくりした、大根いた。リビング行こう、リビング。まずはリビング。あ、どこだここ。何の部屋だこれが。リビング？なんかある？鍵？ん？部屋1の鍵を入手やって。そこ行こう。部屋。うわ、びっくりした！あ、ごめん、やばい。あー、待って。ちょっと休憩させて。おしめ欲しいかも。見た？ね、君たちにも見えた？今の。あ、見えた、大根。白くんも見えた？見えたの？やばいよ、今回。本当に怖い。うん、白熊の近さも怖い、なかなか。ちけえな。よし、行こう。とりあえず。え？部屋1。待って、足跡がある。なんだ？ついていくか。ついていこう、ついていこう。あ、大根が捕まった。騙されてた。俺らに。一人で行ってたわ。え？待って。ちなみにさ、大根はホラーゲー大丈夫な人なの？ほら、あ、大丈夫な人なんだ。白熊、これはいいこと聞いたね。ガクガクしてる。ガクガクブルブルしてる。ちょっと、あ、待って、足跡次あっちにある。よし、行こう。ちょっと、交代交代で行くか。次、白熊、どうぞ。白熊、どうぞ。ちゃんと行くのが偉いよな。なんか声が聞こえる、でも。部屋1。一番の部屋に行こう。一番の部屋。どこどこ。ああ、足跡がある。あ、待って、こっちに近づいてきてね。待って、逃げんな。うわ、うわ、うわ、うわ。これ、あれだ。足跡動いてる。それに捕まっちゃダメだ。部屋1、とりあえず行くよ。はい、入った。あ、次、鍵あった。トイレの鍵1だって。足跡気をつけよう。足跡が出てないか。足跡があるとやばいから。トイレね、トイレ。トイレの鍵、ゲットした。トイレ。これトイレ2だ。1、トイレ1、トイレ1。1番のトイレ。見えない敵が歩ってるわ。足跡があったら逃げるぞ。待って、ある。あるあるある。近いわ。あっちに行ってる。ちょっと行ってみて、これ。足跡踏んだらダメなのかな。あー、ダメっぽいわ。え、ここ行けないじゃん、したら。あ、でもトイレ1そこやで。大根が無限にやられとる。え、他に行ける鍵ってある？俺トイレ1の鍵はあるよ。でもここ行けないんだよね。あー、ダメだ、捕まるわ。鍵を見つけて、まだ鍵あんのかな？もう鍵ないもんね。あれ？俺トイレ2の鍵だった？そんなことはないか。あ、待って、足跡が。足跡移動してる。いけるぞ、トイレのとこに。よし、よし。
こいつの後ろにいればいいんじゃない？足跡は大丈夫。お、いけそう。あ、いけない？なんかしなきゃいけないのかな。しなきゃいけないっぽいな。ん？難しくないか？難しいっていうか、ここ絶対バグってないか。まだ行ってない部屋、行ける部屋とかを探して。お、足跡がなくなってる。お、大根、よくやった。そこ行けるぞ。はい、トイレ1。あった、鍵、鍵あった。部屋2、部屋2の鍵、部屋2の鍵、部屋2、部屋2はどこですか？倉庫鍵。ナイスナイスナイス。倉庫も行けるようになったと。で、白クマが鍵取ったんかな今。おお、大根帰り。こっちじゃない？倉庫って確か違ったっけな。ここトイレ2か。トイレ2だ。浴室、部屋4。え、こっちか。あ、倉庫。よし、ナイスナイスナイス。鍵ある？あ、部屋3番の鍵を入手。部屋3番。3番の部屋ってどこだ？あ、ここだ。ここ、ここ。開けれる人いる？白熊かな。お、ナイス。バスルーム、バスルームは俺が絶対一番最初に行ってやる。もしかしたらいい子ちゃんがいるかもしれないからね。へっへっへ。バスルームこっちじゃなかった？あ、ここだ。はい、ある。鍵、鍵、鍵ある、ある。はい、トイレ2の鍵を入手。トイレ2、こっちじゃない？そう、白熊のとこ。次は部屋4。あ、着々と進んでるぞ俺ら。お、近い近い。はい、次は、あ、何これ。隠された数字を見つけて金庫を開けてください。家具の裏側やゴミ箱の中をよく見てください。なるほど、部屋を全部見たんだな俺らは。じゃあ数字を探しに行くぞ。バラバラで行こう。これは見つけたらピンを刺してピンって。オッケー、よし。ゴミ箱とかベッドの裏って言ってたよ。ゴミ箱、お、白クマがあったって。なんだここ、なんかある？番号、番号ある？これ、え、俺には見えてないのかもしれん。あ、待って、あった。黄色の0。ここに黄色の0があったぞ。黄色は0ね。よし、他には、他の場所もちゃんとさ、あ、待って、あった。お、俺天才かもしれん。見つけるスピード早いぞ。ゴミ箱の中に赤の4番、0と黄色が0で赤が4。あと何？緑、緑の数字を見つけよう。緑の数字、緑、緑、数字あんのか本当に。どこじゃ、情けか。こっち側はないね。ないぞ。この部屋ありそう。そんなキーセン？あった！緑2番だ。全部私が見つけた。さすがだろ。よし、白熊、2番で打ち込んできていいよ。俺らも向かうわ。箱の鍵を入手。呪いのペンダントが入っている箱を探す。やばそう。危ね。あ、これだ。これを開けたら、あー、びっくりした。白熊、そこ開けれない？なんか、開けれるでしょきっと。この箱の鍵ではない。だって、あ、これはこっちか。この箱の鍵ではない。これか。3つぐらいあんのか。
え、これでもない。他の場所にもあんのか。したら全部違ったぞ。他の部屋のも探そう。あ、それそう？どこだどこだ。あ、ここにもある。あ、結構あるね。これは？この箱ではない。あ、ここにもある。これっぽいな。あ、違うわ。これは？廊下にあるって怪しくない？これでもない。これ、あ、これじゃない。これは違うか。やばい、全然空き箱ばっかりだぞ。あ、待って、任務完了、今すぐ家を出ろだって。早く早く、急げ急げ急げ、今すぐ家を出ろ。お、出れるじゃん。何この一本道、怖くね。おお、クリアしたなるほど、常に襲ってくる系ホラーゲームだったのか今回のは。怖かった。ここでここで夢を見よう、明日のことは忘れてさ、近い未来越えて行こう。